どうも、黒さんです。今日は有川真由美さんの感情の整理ができる人はうまくいくという本をご紹介していきます。これ今イライラしていたり、なかなか感情の整理が苦手な人に本当におすすめの一冊です。で、今回僕が勉強になった一文をお話ししていきます。 小さなことにこだわらないイライラしているときは何かにこだわっていることが多いものです例えば久しぶりに友達に会って楽しみたいと思っていたのに店の選択を間違ったことでイライラしたり見たかったドラマの録画予約をしてくるのを忘れていつまでも引きずっていたり友人のちょっとした価値観の違いが気になって私はそうは思わないはと口を挟み重苦しい空気になったりほとんどは生きるの死ぬのという問題ではなくたとえ危機的な状況であったとしても小さいと考えることで落ち着い で問題に取り組んでいけるのでしょうその問題は意外とちっちゃいはずです僕すごくイラチな性格で何に対しても早くしたい早くしたいっていうのがあるんですね今はだいぶ落ち着いたんですけど昔とかほんと僕イラチだったんですよそんなイラチだった僕がこの有川さんの本を読ませていただいた時に本当に怒りって何かにこだわってる時が多いなって気づいたんですよあの人の言動が気になるとか職場のあの人の行動が気になるとか自分の夢ややりたいことにこだわるのはいいんですけど怒りやネガ アクティブなものにこだわっててもあまりいいようにはならないんですねじゃあ僕が腹が立った時に何してるかなって考えた時に二つのことをやってるなって気づいたんですねそれは理解することと考え方を変えることです まずは理解。怒りってすごいエネルギーがいるので、ずっと怒ってる人っていないですよね。怒りのピークっていうのは約6秒と言われてます。イラーっとした時に爆発するか我慢するかっていうのは大体この6秒で決まります。あと僕が怒りに対して理解してほしいことが一つありまして、怒りはそこが譲れない境界線っていうことです。例えば僕は時間っていうのが絡んできたら、怒りポイントが発動するんですよ。時間にきっちり動きたいタイプなので、相手がこう遅刻してきたりとか約束を破ったりしたら、えってすごくイラッ とするんですよそれもちろん態度とかには出さないですけどこの人と今後付き合うかなってすごく疑問が出てくるこれ僕の境界線なんですねあなたも怒る時に何か譲れない境界線っていうのがあると思うんですよそれを知っとけば客観的に自分が見れたりじゃあどうやって行動していこうかなっていうのが見れるので怒りに対して理解していくことするとだんだん自分が怒るタイミングとかも分かってくるので一回考えてみることをおすすめします次 考え方を変える。先ほどお伝えしたように、夢ややりたいことにはこだわってもいいんですけど、怒りやネガティブにこだわってもいいことがないんですね。どんどん深みにはまっていくというか、怒りに対してはこだわらないように考えるっていうのがすごく大切です。僕はすごいイラチな性格だったんで、どう考え方を変えたかというと、全く別のことを考えるっていうのをやったんですよ。例えば仕事にイライラした時、あの人の言動腹立つわーとかなった時は、初恋のことを考えてみるとかしました。あれ僕の初恋って小学 1>, 1年生でてちょっと意識をそらしてみる例えば家族に対してイライラするすると10年後の自分ってどうなっとるかなって10年先の自分を考えてちょっと意識をそらせてみる店員さんの態度腹立つわーってなったら自分が経営するなら何のビジネスするかなってちょっと意識を反らしてみる全く別のことを考えることによってその怒りにこだわらないようにするっていうのをやったんですよ怒りっていうのは吐き出すまでの勝負なので時間が経過するごとにその怒りっていうのは消えていきますなのでこだわらないためにもその怒り しっかりと全く別これ一個メリットがありまして、思考力も鍛えられるっていうのもあるんですよ。初恋10年後の自分ビジネスをやるならってなると、そこでふと考え出ることって、思考力を鍛える練習にもなるんですね。だから僕は腹が立てば立つほど思考力が鍛えられるので、今思えば考える材料になってたなって思います。 イライラした時は理解をすることと考え方を変えること怒りのピークは約6秒怒るということはそこが譲れない境界線これを理解していると怒る前のタイミングとかが分かったり自分自身を客観的に見れるようになってその場その場に合った行動ができるようになります考え方を変える怒りに対してこだわらないように考えていくことこだわらないようにするには全く逆のことを考えていくことそうすることで怒り以外のことに意識が向けてやがて時間とともに怒りが消えていくこの 発発は絶大な効果があるのでぜひあなたができることからでいいのでスモールステップで実践してみてください最後まで動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします他動画制作本の首相なども行っているので動画を作ってみたい方こんな本を紹介してほしい方がいましたら概要欄に詳細を載せていますのでお気軽にお問い合わせくださいそれでは次回の動画でお会いしましょう